ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールドは F86 セーバーミサイル爆弾編です。これで F86 セーバーの操作方法は必要な機能を大体説明できたと思います。いやー長かったねこの企画。ミー君はほとんど説明してないけどね。ちなみにミー君、ミサイルと爆弾ロケットどっちを先に聞きたい？やっぱりミサイルがいいかな。じゃあ爆弾ロケットから説明するね。だったら聞くなよ。爆撃方法もいろいろあるんだよ。大きく分けると爆撃高度系 MPC を使用する場合と使用しない場合、それと低高度でのトス爆撃を行う LABS ローアルティトゥードボンビングシステム。爆弾の種類もデモリッションボム、翻訳すると破壊用爆弾？破壊しない爆弾なんてあるの？フラグメンテーションボム、断片化爆弾？ますますわけわかんないんだけど。そうだね、 YouTube で探したら昔の爆撃に関する動画があったから、これを使って説明するね。デモリッションボムは普通の汎用爆弾 ANM64 500ポンド、だいたい250キロ爆弾、投下して衝撃を受けたら爆発するタイプだね。それに比べてフラグメンテーションボムは空中で炸裂して歩兵や非装甲車両などに被害をもたらすタイプの爆弾だね。でもこのフラグメンテーションボムはこのゲームでは実装されていないようなので、これは無視して構いません。では最初に MPC を使用しない爆撃方法を見ていくよ。最初にコックピット正面にあるウェポンコントロールセンターペデスタルから操作を行います。ガンミサイルセレクタースイッチは今ガンズに選択されているものをサイトカメラ&レーダーに切り替えます。ガンミサイルセレクタースイッチの選択はキーボードでは時計回りが右コントロールと W、 反時計回りが右オルト W で、フォータス X56 では爆撃モードはすべてモード2に割り当てていて、スロットル側にある H3 キー左右に割り当てています。歩行を選択すると銃とミサイルの回路は無効になります。ロケットは発射したくないのでロケットリリースセレクタースイッチのカバーを閉じます。カバーのオープンクローズはキーボードでは右オルトと右コントロールと T キー、フォータス X56 では TGL 2ダウンに設定しています。デモリッションボム汎用爆弾解放セレクタースイッチを設定します。上が自動解放のオートリリース、下が手動解放のマニュアルリリースになります。リリース方法の違いは後ほど説明しますので、今はとりあえずマニュアルリリースに設定します。キーボードでは右オルト右コントロールと B キーで、フォータス X56 では TGL 2アップに設定しています。デモリッションボムシーケンスセレクタースイッチを設定します。これは投下する爆弾を選択します。スイッチが真ん中の状態はリリースをしない、上のオールを選択した場合は左右の爆弾を同時に切り離します。下にすると選択した爆弾が切り離しますが、機体のバランスが悪くなるので左右同時に切り離しを行います。キーボードでは時計回りが右コントロールと B キー、反時計回りが右オルトと B キーで、フォータス X56 では SW5 と6に設定しています。爆弾アーミングスイッチを設定します。信管を設定するスイッチは上からアームノーズ&テール、真ん中がニュートラル、下がテールオンリーで、アームノーズ&テールは弾頭信管で着弾による衝撃により爆発します。ニュートラルに設定している場合は爆弾の信管は作動せずに爆弾は爆発しないで落下します。テールオンリーは断定信管である程度の貫通力が必要な場合に設定します。キーボードではアーミングスイッチアップが右シフトと A キー、ダウンが右コントロールと A キーで、フォータス X56 では TGL1 アップとダウンに設定しています。
サイトセレクターユニットのセレクターレバーを爆弾に設定します。キーボードでは時計回りが左コントロールと D キー、反時計回りが左オルトと D キーで、フォータス X56 では SW3 と4に設定しています。スロットリについているサイトエレクトリカルケージングボタンを押して照準レチクルを安定させます。セイバー操作方法5、MIG15 の落とし方を教えます編でタブが使えないので無変換にキーボードを設定していると説明しましたが、その後フォータス X56 との相性が悪く反応しないことがあるので左手が届きやすいキーボード左上部にある1のキーに設定し直しました。フォータス X56 もスライダーに割り当て、スライダーを右に押した場合常に1が押されていて、サイトエレクトリカルケージングボタンが押されている状態なのですごく使い勝手が良いです。ターゲットを目視で確認して爆撃に適した角度までダイブを行いますが、スピードが上がると機種も上がり気味になるのでノーズダウントリムを押し込みながら降下するとターゲットを維持しやすくなります。中央のドットを敵に合わせて2000フィート600メートルあたりで爆弾ロケット放出ボタンを押します。キーボードでは右オルトとスペースで、フォータス X56 ではフライトスティック側にあるピンキーに設定しています。次に爆弾のオートリリース自動投下機能を説明します。先ほどマニュアルに設定したデモリッションボム開放セレクタースイッチを今度はオートリリースに設定します。先ほどのマニュアル投下の説明でサイトエレクトリカルケージングボタンを設定し、エアブレーキをかけてアイドルを押してダウントリムを設定してから降下するまでは同じですが、あらかじめウェポンリリースボタンを押し続け爆弾を切り離す位置でサイトエレクトリカルケージングボタンを解除します。そして解除した位置を維持しながら降下を続けると画面上のレチクルが消えて、そのタイミングで爆弾が切り離されます。今回のダイブ角度は40度ぐらいの観光下だと目標よりやや前方に着弾するみたいなので、ダイブ角度をより深くするか照準をやや前寄りにした方が良さそうです。ピンポイントで爆弾を落としたい場合はマニュアルリリースをおすすめします。次に MPC 爆撃高度計を使っての爆撃方法を説明します。ガンミサイルセレクタースイッチはサイトカメラ&レーダーに切り替えて、ロケットリリースセレクタースイッチのカバーを閉じてから、デモリッションボム開放セレクタースイッチはマニュアルに設定し、デモリッションボムシーケンスセレクタースイッチで投下する爆弾を選択し、爆弾アーミングスイッチを選択して安全装置を解除します。サイトセレクターユニットのセレクターレバーをガンのままにします。コックピット左上にある MPC マニュアルピップコントロールユニットのスイッチをボムにします。キーボードでは左コントロールと左シフトと V キーで、フォータス X56 では特に設定はしていません。爆撃コードに合わせてキャリブレーションダイヤルを操作して目的のコードを表示します。キーボードでは上にめくるのが左コントロールと左シフトと Q、下にするのが左コントロールと左シフトと A です。爆撃コードに合わせてページをめくります。このページは海抜1万フィートになります。こちらの数字は爆撃の際の速度で305ノットに設定します。 MPC パネルでダイブ角度に合わせてダイヤルを動かします。キーボードでは時計回りが左コントロール左シフトと左向き括弧、逆の反時計回りが左コントロールと左シフトと右向き括弧で、フォータス X56 ではコントロールを押しながらロータリー3に設定しています。爆撃高度1万フィートのパネルで速度305ノット、ダイブ角度50度にした場合、インデックス高度値は3900フィートになります。インデックス高度値に合わせて爆弾切り離しコードを爆撃高度計に設定します。こちらの針は現在高度で、
この針は爆弾を切り離すコードを示しています。キーボードで行うよりもマウス操作の方がやりやすいです。オータス X56 ではロータリーさんに設定しています。高度1万フィート、ダイブ角度50度で爆撃を行います。基本的には今までの爆撃方向と変わりはありませんが、爆撃高度計の現在高度が爆撃投下高度に達したタイミングでウェポンリリースボタンを押して爆弾を切り離しします。モッキーモッキー、次私が爆撃してみるね。ミー君に爆撃なんかできるの？だって爆撃高度計があれば安全に爆撃できるよね。キャー、よくミー君生きてたね。爆撃高度計通りにやって、なんで地上に激突したの？ごめん、一つ言い忘れたんだけど、爆弾投下高度はあくまでも海抜なので、山沿いの場合は標高を高度に足さないといけないんだよね。そういうことは先に言え。 F10 キーを押してマップを開き、ターゲットをクリックすると画面左下に ALT アルティテュード高度がわかります。ここでは海抜3576メートルになります。先ほどの爆撃高度計に話を戻します。黄色い線が目標海抜ポインターアームになります。キーボードで操作するより爆撃高度計左にある白く丸い爆撃高度設定つまみをマウスで選択してからマウスホイールを回した方がやりやすいです。フォータス X56 ではシフトを押しながらロータリーさんに設定しています。ターゲットの標高が 3500m でインデックス高度が 3500m なので、足して 7000m に爆弾投下高度の針を合わせます。ここは目標海抜ポインターアームを動かすと自動的に針が進むんじゃないのね。普通そうだよね。そうした方が楽なんだけど、頭で計算して針の位置を決めないといけないんだね。もう一つの爆撃方法はトス爆撃 LABS ローアルティチュードボンビングシステムで、これは敵地に高速低高度で侵入して目標近くで急上昇し、上昇中に爆弾を投下するやり方で、核攻撃を想定した攻撃方法です。爆弾は上方に投げられ放物線を描いて落下して目標に命中します。この爆撃法では投下してから弾着爆発するまでの時間が長くすることができ、飛行機が自分の落とした爆弾の爆風からの被害を下げることができる攻撃方法なんだけど、まだ他に伝えなければいけないことが多いので、この爆撃方法は割愛するね。さてはおっさん、動画作るのめんどくさくなったな。次に HVAR 5インチロケット弾の操作方法をお伝えします。今までと同じようにランミサイルセレクタースイッチはサイトカメラ&レーダーに切り替えます。コックピット左側にあるロケットインターバロメーターで発射するロケットランチャーの番号を選びますが、通常は1のまま動かさなくてもいいです。サイトセレクターユニットはロケット側に動かします。上のレバーはロケットセッティングレバーで、発射時のロケットの角度を決めます。ダイブ角度が小さいかロケットの射程を伸ばしたい場合は落下角度を小さくします。ダイブ角度が40度までは17ミリの設定にしますので、こちらもあまり使うことはないとは思います。キーボードでは時計回りが左オルトと X キー、反時計回りが左コントロールと X キーです。ロケットリリースセレクタースイッチはカバーを開き、上からシングル、真ん中がオフ、下がオートになっていて、オートの場合は連続してミサイルを発射し、シングルは一発ずつミサイルを発射します。カバーのオープンクローズの切り替えが右オルトと右コントロールと T キーで、フォータス X56 では TGL2 ダウンに設定しています。
スイッチアップが右コントロールとティーキー、スイッチダウンが右オルトとティーキー、フォータス X56 では TGL3 に設定しています。これはロケットフューズアーミングスイッチで、上にすると遅延信管で戦車や建物などある程度貫通力が必要な場合に選択し、真ん中が安全装置、下が瞬発信管で弾着と同時に爆発します。キーボードではスイッチアップが右シフトと F キー、ダウンが右コントロールと F キーで、フォータス X56 では TGL4 に設定しています。サイトエレクトリカルケージングボタンを押してレチクルを安定させて敵を追尾します。その際機体を滑らせずに敵に接近し、十分引きつけてからロケットを発射します。さて最後にミー君お待ちかねのミサイルの発射に関して説明するね。やっと来たね。我がミサイルはサジタリウスの矢、どんなに逃げようとも決して外れることのない神の矢なのさ。いやこのゲームに出てくる GAR-8 はサイドワインダーの初期型だから、射程も短いし、敵が回避運動を取ったらほとんど命中しない。命中させるためには敵が水平飛行をしているところでこっそり忍び寄ってミサイルを発射する必要があるんだよ。なんかがっかり兵器だね。でも赤外線空対空ミサイルは当時のアメリカの新兵器だから、その発射の仕方を見ていきたいと思います。ガンミサイルセレクタースイッチはミサイルに合わせます。メカニカルケージングレバーはケージ側に合わせます。ミサイルトーンボリュームを調整します。時計回りが左シフトとダブルキー、反時計回りが左シフトと Q キーです。ミサイルコントロールスイッチは上から左ミサイル、次が右ミサイル、真ん中が右ミサイルで次が左ミサイル、下は一斉発射ですが真ん中に設定して特に問題はないです。キーボードではスイッチアップが左シフトと E キー、スイッチダウンが左シフトと S キーです。これは G リミットワーニングライトで、ミサイル発射時の G 制限を超えた場合赤くライトが点灯します。ミサイルの赤外線センサーが検知してない場合はこの音ですが、赤外線ターゲットを検知した場合準備完了の音に切り替わります。先ほども説明した通り、このミサイルはサイドワインダーの初期型のため命中率は非常に低いです。敵が旋回している間はほとんど命中しません。敵が水平飛行をしているタイミングで必ず背後からミサイルを発射します。かなり説明が長くなってしまいましたが、これで F-86 セーバーミサイル爆弾編は終了です。次回は本当は MiG-21 をお届けしようと思ったんですけど、今悲しいことにウクライナとロシアが戦争状態になっていて、旧ソ連の兵器やロシアの兵器はちょっと気分が乗らないっていうか、今の時期は不適切だと思いますので、 IL-2 シュトルモビックのバトルオブブリテンを題材にしたクリフス・オブ・ドーバーや、独ソ戦を題材にしたバトルオブ・スターリングラードといった第二次世界大戦をメインにお届けしたいと思います。戦争はゲームの中だけにしてね。少し兵器についてもちょっと説明したいと思います。この F-86 シリーズ以外にも順次コンテンツを増やしていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。みーくんが可愛いと思ったら高評価ボタンを押してね。じゃあ次回も頑張って作っていきますので、みんな見てね。